サプライスイズライトは1972年9月4日からアメリカ CBS で放送されているクイズ番組であるフリーマントルメディア制作元々は1956年から ABC や NBC で放送されていた番組で1972年からは CBS で昼間に放送されるようになった2021年に 第50シーズンを迎えた長寿番組である。番組開始から2007年に降板するまで約35年間にわたって俳優のボブ・バーカーが司会を務めた。現在の司会者はコメディアンのドリュー・キャリーである。収録はハリウッドの CBS テレビジョンシティスタジオ33ボブ・バーカースタジオで行われる。このスタジオの愛称は 1998年3月に放送5000回を記念して付けられたものである。番組開始当初は、ザニュー、プライスイズライトというタイトルで30分番組だった。1973年6月より、ニューを省いた、現在の番組タイトルに変更。1975年9月の3周年、記念企画で、 放送時間を1時間としたところ好評を得たため、その直後正式に1時間番組になった。9月から翌年の7月上旬までを1シーズンとし、オフシーズンの間は過去回の再放送を行っている。プライムタイムでの特番は、1986年夏にザプライスイズライトスペシャルとして試験的に放送。1996年には、 放送25周年特番2002年には放送30周年特番がラスベガスを舞台に行われたがチケット入手をめぐり事故が発生し多数の負傷者が出た現在もザプライスイズライトアットナイトとして時折プライムタイム特番が放送されている近年では2021年9月に放送50年を記念した2時間特番として放送された 2008年2月の特番、ミリオンダラー、スペクタキュラーと2008年9月開始の第37シーズンからハイビジョン放送されている。基本的には商品の値段を当てるゲームである。ここでの値段はアメリカにおける実売価格を指す。番組はワンビット、ショーケースショーダウン、ワンビット、ショーケースショーダウンショーケースの順で進行する。 以下のルールは、現在放送中のものに準拠する。講述する特別企画では、ボーナス賞金が増額されるなど、一部のルールが異なる、場合もある。会場から抽選された4名が、最初の値段当てゲームである、ワンビッドに挑戦する。場内アナウンサーが、当選者を発表する際の、零々、カモインダウン、は、番組を象徴するセリフの一つとなっている。 挑戦者は提示された商品の値段を順番に回答する。値段はドル単位でセントは回答に含まれない。回答は口頭で行い、その金額が各回答席のモニターに表示されていく。すでに他人が回答した金額を答えることはできないが、他人の回答額に1ドルを上乗せした額を答えたり、口述の内輪ルールに備えて1ドルと回答したりする。 ことは認められている。全員が回答後、内輪で、最も正解に近い金額を答えた者が勝者となり、商品とショーケースショーダウンへの進出権を獲得する。全員の回答額が正解を超えていた場合は、回答をやり直す。また、ちょうど正解となる金額を答えた者がいた場合は、金が鳴らされ、該当者は、商品の他に、ボーナス500ドルを獲得する。 ワンビッドの勝者は、さらなる豪華商品、賞金をかけた、プライシングゲームに挑戦し、成功すればその商品、賞金も獲得できる。このゲームに失敗した場合でも、ショーケースショーダウンには進出できる。ゲーム終了後は抽選で1名が補充され、再び、ワンビッドを行う。三回目のプライシングゲームの後には、最初のショーケースショーダウンを行い、その後、 ワンビットに戻る。なお、抽選には選ばれたものの、番組終了まで、ワンビットに、勝利できなかった3名には、残念賞として300ドルが贈られる。プライシングゲームプライシングゲームには、豪華商品そのものの値段を当てるもの、豪華商品とは別に用意された商品の値段を当てる、もの、運や、技術の要素が大きいものなど、多種多様なゲームがある。 本番組の日本版とも言える、ザチャンス。でも、本番組の一部のゲームが流用されていた、プライシングゲームの一部を以下に示す。これ以外のゲームについては、番組の公式サイトや、ウィキペディア英語版の当該記事を参照されたい。ワンビッドの勝者が3名揃ったところで、ショーケースへの挑戦者を決めるショーケースショーダウンを行う。 番組の前半と後半に一回ずつ行われる。ゲームは、ザビッグ、ホイールと呼ばれる、水車状の巨大な回転板を用いる。ホイールの側面は20分割され、5から100までの5刻みの数字が書かれている。これらは、1 0 0と単位とする金額を表す。数字の表記色は、通常は黒地に、白、100は黒地に、赤。 100の前後1マスにある5及び15は、緑地に緑となっている。ホイール側面の中央付近には、デメを指す矢印がある。ホイールが1回転以上回らなかった場合は、デメは無効となる。ここまでの獲得商品、賞金の総額が少ないものから、一人ずつ挑戦する。挑戦者はホイールを2回まで回せるが、 デメの合計金額が1ドルを超えると失格になる。合計金額が最も1ドルに近かったものが勝利し、ショーケースへの挑戦権を獲得する。トップが同点で複数名いた場合は、スピンオフとして、該当者がもう1回ずつホイールを回し、より大きい金額を出した者が勝者となる。なお、合計金額がちょうど1ドルの場合は、ボーナス1ドルを獲得し、さらに、 ボーナススピンに挑戦できる。ホイールの出目を5にした状態から1回のみホイールを回し100を出すことができれば、ボーナス2万5000ドルを獲得。また、100の前後1マスにある緑の出目を出した場合でも、ボーナス1万ドルを獲得する。複数名がボーナススピンに挑戦した場合は、その回転がスピンオフも兼ねることになる。逆に、 スピンオフで100を出した場合も、ボーナススピンに挑戦できる。番組のクライマックスとして、前半、後半のそれぞれのショーケースショーダウンに勝利した2名が、旅行や自動車など、複数の豪華商品をかけたショーケースに挑戦する。番組内では、ショーケースラウンドとも称される。2つのショーケースがあり、それぞれに異なった内容の2品内し3品ずつの、 豪華商品が用意される。まず、最初のショーケースの商品内容が発表される。ここまでの獲得商品、賞金の総額が多い挑戦者に選択権があり、このショーケースを選択して、商品の合計金額を回答するか、相手にショーケースを譲って回答させるかを決定する。最初のショーケースを選択しなかった方は、 もう一つのショーケースの商品内容が発表された後、同様に商品総額を回答する。両者の正解は異なるため、相手と同じ金額を回答しても良い。その後、一人ずつ正解を発表する。回答額がうちは、かつ正解との差額が、より少なかったものが勝利し、選択したショーケースの商品をすべて獲得する。 両者とも回答額が正解を超えていた場合は勝者なし。また、正解との差額が250ドル以内で勝利した場合はダブルショーケースウィナーと称され、二つのショーケースの商品を総取りできる。この際には連打の鐘とサイレンが鳴らされ大当たりを祝福する。随時特別企画も開催されている。番組でメインとなる商品は自動車で 現在は番組の前半と後半に1回ずつプライシングゲームの商品となっている。ショーケースにも自動車が提供されることが多い。1972年9月の記念すべき第1回放送でショーケースの勝者が獲得した商品の第1号は松田808であった。特別企画ドリームカーウィークではその名の通り10万ドル以上の 超高級車を獲得できるチャンスもある。番組初期には自家用飛行機が商品となったこともあった。2008年まではミリオンダラー、スペクタキュラーという特番があり、特定の条件下でゲームを成功させた挑戦者に賞金100万ドルが贈られた。2008年2月22日放送の同特番ではカリフォルニア州在住の男性が 総額115万3908ドルの賞品、賞金を獲得し、これが当番組での最高獲得額となった。現在は2010年から登場したプライシングゲーム、ペーザレントにて、賞金10万ドルを獲得できるチャンスがある。特別企画、ビッグマネーウィークでは、プリンコなどの賞金を獲得できるゲームが、賞金額を大幅に上げて実施される。 2019年10月の同企画では、プリンコに挑戦した男性が20万ドル以上の賞金を獲得した。ザプライスイズライトの放送されている国世界各国でも、同番組のフォーマットを用いた番組が放送されている。詳細は、ウィキペディア英語版の当該記事を参照のこと。 日本では1979年4月から1986年10月まで TBS 系列にてザチャンスとして放送された。独自の要素として挑戦者が個人単位ではなくチーム単位で抽選されていた。また最終コーナーがショーケースではなくショーケースショーダウンと同様のザビッグホイールが賞金をかけたゲームとして行われ後に 日本版オリジナルのゲームも行われた。プライシングゲームに相当するチャレンジゲームもアメリカ版を流用したものや独自のゲームが放送された。他の各国版でも独自ルールが採用されていた。一部を以下に示す。上記のオーストラリアのナインネットワーク版では2005年にメガショーケースの勝者が総額約6300万円の商品を獲得した。 アメリカ版でミリオンダラースペクタキュラーが実施されるまではこれが番組の最高獲得額であった。ボブ・バーカー司会の最終回の2007年6月15日の放送は通常放送の11時からに加えて20時からも再放送もされ異例の1日2回放送となった。この日はコダックシアターで第34回データイムエミー賞も行われバーカーは 同賞でゲーム番組部門作品賞と司会者賞を受賞した。2008年12月16日の放送にて、ショーケースに挑戦した男性が完全に商品総額を当てるパーフェクトビッドがあった。カラオケの機械、ビリヤード台、トレーラーハウスの総額を23,743ドルと回答しての達成だった。なお、パーフェクトビッドとしての得点はなく、 通常のダブルショーケースウィナーと同じ扱いであった。この男性は海外旅行なども含めた総額56,437ドルの商品を獲得した。この偉業には番組の熱心なファンであるテキサス出身の数学教師が関わっていた。彼は同じ商品が何度も出題されることに気づき、商品の値段を徹底的に調査し始めた。 彼自身も番組に出場し、ワンビットにて完全正解を出すも、ショーケースショーダウンで敗れた。当初は、一度出場経験があるものは二度と、出場できないことになっていたが、ルール改正で前回出場から10年経過後に、再出場できるようになり、この教師も再度番組に出場した。パーフェクトビッド達成者の夫婦と教師は、その収録日に出会い、 達成者の妻と教師が観客席からヒントを出していた。パーフェクトビッドによりカンニングを疑う論争も起こったが、以前から番組では観客がヒントを出すことを許容しており、番組側も商品の出題パターンを変えるようになった。2017年にはこの出来事がパーフェクトビッド、知りすぎた出場者としてドキュメンタリー映画化された。 2018年10月29日放送の日本テレビ系列世界丸見えテレビ特捜部でもこのエピソードが取り上げられた新型コロナウイルスの世界的な流行により放送中だった第48シーズンは2020年3月をもって収録が中止され未収録分は再放送の対応となった第49シーズンは通常よりも 約2ヶ月遅く、2020年11月16日より放送開始。観客席の削除や出演者、参加者のソーシャルディスタンスの配慮など、感染対策を取った上での収録がされた。第50シーズンは2021年9月13日より放送開始。引き続き新型コロナウイルスの感染対策を取りつつ、以前より、 大幅に縮小された規模ながら観客席が復活した。ありがとうございます。